はい、皆さんこんこにちはですまたです、ね、仮想通貨のマーケット非常に大きく上昇してきておりまして現在です、ね、ビットコインは2万7000ドルを超えるような水準で推移をしておりますとでちょっとです、ね、こ今見ていただいているチャートに関しましては冷やしのチャートになっているわけなんですけれども週足のチャートというところも今非常に注目を集めておりましてこれまでの,です、ねあのまあ、米マーケットで トライをしていた上値、ねまあ、2万5000ドル2万6000ドルっていうところを、まあ、しっかりと抜けてきているような今チャートになってきているのでこの辺りはですね、まあ、あのすごくテクニカル的にもポジティブになるような動きになっているかというふうに思いますとあとはですね後ほどもちょっと詳しく見ていくんですがやっぱり銀行関連の非常に不安定なニュースっていうところが出てくる中でその金融機関の不信感みたいなところが逆にそのビットコインに対してポジティブになっているっていうのは すごくビットコインだったりとか仮想通貨の投資へのストーリーみたいなところで言うと非常にポジティブな今状況にあるというふうに思いますしあゴールドが上がっているんですがそれとまた同じような動きをしていてかつちょっと株式マーケットよりも今のような状況ですごくポジティブな動きをしてますよね。なのででそう考えてみるととやっっぱりちょっと今株式マーケットで 投資を積極的にするよりも、それ以外のアセットクラスに対してま分散をしようかという中での仮想通貨の役割みたいなところがまた新たに注目をされていくのではないかなというふうに思っています。で、こちらがですねイーサレムなんですけれども、まあ、そんなに大きなあのテクニカル的なあのポイントを抜けているっていう印象では、ま正直まだないかもしれませんが。 まああのこちらは冷やしのチャートで見てみてもやっぱりここ最近トライしていたような水準にまた差し掛かっていたりですとかまあ今の水準抜けていくとまあいよいよ2000ドルっていうところの大台が見えてくるのでまあこの辺りまた抜けてくると期待感っていうところも高まってくるんじゃないかなというふうに思います。まあ、あとはですねイ s a r i につきましてはえまあ4月明けた後だったかと思うんですけれどもまあ新しいアップデートがえー起こるということでえ一旦はですねちょっと売り込まれるような。 ことがです、ね、不安視されていたりとかもしていたんですが、まあ、センチメントが回復してきたということもあってロックイーサ,リアイーサの,、まあそのステーキングのロックが解除された後も、まも、あ、大幅な売却っていうところに対して、まあ、つながるかどうかっていうところでいうと、まあ、ちょっと若干ニュートラルなような見方になっているんじゃないかなというふうに思いますし、まあ、あとはやっぱり金融機関への不安っていうところが、まあ、あのますます高まっていくようであれば、まあ、やっぱり、えー、仮想通貨を売却して 安全なアセットクラスにっていうのは一部は出るかもしれないんですがやっぱりはです、ね、あの今いろいろステーブルコインですとか、まあ、そういったところでも,らも持たれている中で、まあ、一部はやっぱですね、まあ、こういった e ーサーへのステーキングに充てようかというふうに考える方も出てくるんじゃないかなというふうに思うので、まあ、そんなにネガティブなインパクトとしてもしかすると捉えられないようなイベントにまあなっていくんではないかなというふうに僕はちょっと考えたりはしています。 でもう1個見ておきたいのが、こちらのですね米国の2年債のチャートなんですけれども、金曜日のタイミングでまあ30ベースを超えるようなえ金利の下落が見られましたと、これ、1つやっぱりですねまあ大きく注目しておきたいんですけれども、やっぱり今年ですでもうえ政策金利の上限というところが、次の3月22日でえ25ベース上昇して、そこでもうピークアウトですよねと。そこからは 継続的に早いタイミングでもうどん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 利下げが行われるんではないかということで今ですねマーケットは織り込んでいるということで結構ですねもう金利の上昇っていうところよりもまあ下落傾向に今後短期の金利も入っていく可能性もあると思うのでそうなってくるとドル金利およびドルの下落っていうところが継続的に起こっていってまあさらに 仮想通貨を買っていくようなマーケット環境になるんではないかなというもので今年思ったよりも早いタイミングで仮想通貨のマーケットに資金の流入が起こりやすいような環境に今まさになっているんじゃないかなというふうに思っていますとであともう一個ちょっと見ておきたいのがゴールドをですねゴールド、まあ、今仮想通貨の全くというかほぼ同じような動きしてますけれども、まあ、やっぱりこの2000ドルというところに対して今トライをしている状況なんですが これはまあ昨年ですかね、まあ、あのこのあたりで一旦ちょっと、ね、上値を抑えられるようなタイミングもあったんですけれども、今のこの金利が非常に高い環境から、もっともっとどん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 下がっていくことが、金利がですね、起これば、さらなるですねゴールドの上昇というところもある程度見込めるんではないかなというふうに思いますので、このあたりは、の今のマーケットのセンチメントを測るような一つの指数として、見ておいたほうがまあいいポイントにはなるんじゃないかなというふうに思ってます。 はいでここからですね、いろいろとちょっとニュース見ていきたいと思うんですが、まずはですね今週3月22日に FOMC での,まあその議論の結果というところが出てくるわけなんですが、今の予想としては25ベースポイントの利上げというところを織り込んでおりまして、その後はですは6月からですね利下げが行われるというようなまあ今、予想になっていますと。ここ 思っていいた以上にというかここ最近マーケットが折り込んでいた以上に下落金、まあ、利の下落の予想というのが今非常に出てきているとでこれはまだまだあの、まあ、仮想通貨というよりもリスクマーケット全体に対してポジティブに今働いているというと、まあ、まだそうではないと思うんですがある程度ですね金不安みたいなものが剥がれてくるというか あのまあ落ち着きが見えてくるようであればえこの辺りがもう少しポジティブに捉えられるような状況にはえなっていくんではないかなというふうにえ思っていますとまあ新しいその辺りが早く解消してしまうとえこの利下げのまあ織り込みっていうところもですねあの緩やかになってえまあ仮想通貨へのブーストみたいなところはそんなにかかりづらいかもしれませんがまあいずれにせよ今仮想通貨が買われている一つのストーリーっていうのはまあやっぱり既存金融への 不信感というところだと思うのでまずはそこで買われてある程度、まあ、マーケットの,その不安感みたいなところが低下、まあ、というか落ち着いてきて引き続きその状況でも、まあ、今年の早いタイミングで利下げをまだ織り込めるような状況になってくるようであればつまり思っているよりも、まあ、物価上げですとかそういった経済指標に関してもしっかりと低下してきているよということであれば まあこのまま、サイクルの折り込み状況というところが維持されるんではないかなというもので、まあ、そうなると、さらに仮想通貨へのブーストというのもかかりやすくなってくるんではないかなというふうに思っています。はいまあ、あともう一つ見ておきたいニュースとしては、こちらですかね、今、あのいろんな銀行がちょっと経営、ね、難というか、不振に陥っていたりとか、まあ、破綻をしておりますけれども、ちょっと似たような状況に、 多くの銀行がアメリカで落ちるんじゃないかというふうに今言われておりましてなんとですね186もの銀行が同じような状況になってしまうんじゃないかというふうに今言われておりますでこういうのもあってファースト・リパブリック・バンクに対して救済措置が今大手銀行から取られていたとしてもそんなにマーケットは特に銀行セクターに関しては安心感がすごく出て 株式が全体的に支えられるみたいな感じにはまだなってないですよねなのでまあこのあたりっていうのはもう少し状況を見ておかないといけないのかなというふうに思いますしまあとはですね政府主導ではないにせよ早いタイミングで問題を抱える銀行に対して大手の民間銀行が手を差し伸べましたよねで、これっていうのは早いタイミングで差し伸べたのでじゃあ次もまた同じような状況に陥ったところっていうのは 救済されるのかどうかみたいなところの議論が一つやっぱり起こると思うんですよ。あとはですね、まあ、あのこの問題が不申申告になればなるほど、もしかすると後々にまあ潰れそうなもしくは何かしらちょっと助けが必要な銀行っていうのはもうこれ以上助けませんみたいな感じで、まあ、あのまあなんですか救済がされないもしくはまああの救済された時の条件が悪いみたいな感じに。 なるる可能性といううのは十分あると思うんですよねでそうすると早いタイミングで自分たちの銀行がまあ危ないみたいな風に言っておいた方がいいんじゃないかっていうようなインセンティブっていうのもまあ働く可能性があると思うので、まあ、その辺りはいろんな意味でのちょっとモラルハザードといいますかねいろんな種類のモラルハザードがまあ今出やすいような環境になっているのでちょっとやっぱり銀行セクターに関してはまあ悪いニュースまだまだ出てくる可能性は十分あるんじゃないかと思いますし、まあ、それによって。 仮想通貨特にやっぱりビットコインの需要みたいなものは高くなる可能性っていうのはやっぱり引き続きあると思うのでこの辺りはしっかりと見ておきたいポイントにはなっていくかなというふうに思いますはいでここから仮想通貨の関連ニュースを見ていきましょうまずはですねこちらになりますビットコインのオプションの取引ボリュームっていうのが2021年以降で、まあ、ものすごく今高い水準になっていますとでこちらにもある通り えー、2021年の、えーまあ、10月ぐらいだったかなあのっていうのは史上、まあ、最高高値で6万ドルぐらいをつ、ね、けたタイミングなんですけれどもそれ以外の今、えー、水準に取引のボリュームっていうところで言うと、えー、なってきてまあこんな感じですよね。でこれって取引のボリュームなので、まあ、プットオプションが買われているのかコールオプションが買われているかっていうのは、まあ、このニュースから分かんないんですけれども一応ですねこちらのチャートを見ていただくと。 これはですね、あのコイングラス .com というちゃあのところで見れるんですが、今です、ね、コールとプットのポジションの取引の割合というのが、プット1に対してコールオプションが2取引されている。つまり、プットオプションよりもです、ね、コールオプションの方が2倍今取引高が出ているということで、アップサイドのの注目度というのが非常に今高まっていると。でプラス えまあかなりですねあのここ最近までは2万5,000ドル近辺のストライクっていうところが非常に取引されていたんですが大きく山がドーンと動いて2万7,000から3万ドルぐらいのところのオプションが非常に今は取引をされているとで、えー、これっていうのはあのオプションの売りが出てるっていうよりもまあ買いが出てるというふうにあの言って間違いないんじゃないかなという僕には思っておりまして、まあ、やっぱりあのオプションを売るっていう行為もできるんですけれどもオプションを売る オプションを売る側っていうのはあの損失が無限大に出るあの立場なんですよ。なのであまり今の、えー、価格から近いところで売りの、まあ、オーダーっていうのを出すっていうのは正直今のアップサイドを見た時に、まあ、考えられないと思うので、まあ、これは結構ですねオプションを買ってる人の方が多いと思うんですよ。で、まあ、そう考えてみると、まあ、やっぱり短期的にもさらなるアップサイドを見込んで、えー、ポジションを取ってる人っていうのが まあ多いと思うのでさら、えー、なるです、ねまあ、アップサイドへのまあ期待感みたいなところがいろんな意味で、まあ、いろんな形で今後出てくると思いますし、まあ、こういったポジション取りっていうのをですねマーケットが非常にまあたくさんしたりするとそれをヘッジする必要があってそのヘッジっていうのは何があのしなければいけないかっていうと、えー、まああの簡単に言うとですね、まあ、スポットですとか先物でビットコインをですね買うっていう行為を しないといけないようにですね、ブローカーはなるので、ますます上がりやすくなるというのが、可能性がある動きになってくるんじゃないかなというふうに思っています。はい。で、あともう一個ですね、ちょっと見ておきたい面白いなというふうに思ったニュースが、バイナンスでですね、あの取引行われています、BUSD があるんですが、これがですね、USDT にスワップされてますよというのが記事になっていました。い、まあ、いよいよですねバイナンス がパクソスと一緒にですね発行している BUSD というところがどんどん償ど還んどんされていってマーケットで使われなくなっていく今状況に陥って,陥っているというかあの行われていっているわけなんですけれどもマーケットでメインで使われるステーブルコインに関しては今後 USDT に一旦はまた回帰するというか戻っていく可能性はあるのかなというふうに思っています。ただしやっぱり あの今回 USDC の,ああのドルペックが外れたっていうことから考えてみても何か一つに対して資金を集中させて偏らせておくというのはやっぱり危ないので USDCUSDT に加えてあ他のアセットに対して分散させておくっていうのもやっぱり考えておかなければいけないなというふうに思いますしあとはこれ本当に考え方にもよるんですけれどもステーブルコイントではなくて まあ、ある程度やっぱりそういった、えーまあ、ビットコインだったりとか、まあ、イーサリアムというところに対しても、まあ、資金をですね寄せるっていうようなことも一つ考えられるような選択肢になっていくんじゃないかというふうに思っています。まあもちろんフィアットに戻すということも考えられるかもしれませんが、まあ、なかなかやっぱり一回仮想通貨に入れた資金を、えー、フィアットに今の状況で戻すっていうのはやっぱりアップサイドへの期待感というのが高まっている状況の中、まあ、なかなかちょっと判断として そういった方向に傾く人っていうのは、まあ、そんなに正直多くないんじゃないかなというふうに思うんですよ。でもしそういったことが起これば、まあ、ちょっと仮想通貨マーケットへの資金の流入大丈夫かなというふうに思うんですが、まあ、今は継続して USDT の発行量みたいなところが伸びているというところも考えるとまだまだリスクを近い将来取っていこうというふうに考えているような人たちが非常に多くいると思いますし、まあ、さっきのオプションマーケットを見たとおり 短期的にもやっぱりアップサイドを狙っているような人たちというのが非常に増えてきているので、さらなる上昇への期待感というところをですね、見ながらマーケットでポジション取りというのをしていきたいかなというふうに思っております。はい。ということで、皆さん、今日も動画、ご視聴ありがとうございました。ここ最近ですね、いろんなイベントに出ていることもあって、多くの意見をですね、聞けるような状況というのも今、非常に多くあって、その一部というのをですね、 ツイッター、Twitter、の方でも、えー、シェアさせていたただきましたここ最近またツイッター、Twitter、の活動中のちょっと活発にさせていただいているんですけれども、えー、まあそういったことだったりとかあとは、ね、いろんなじゅ重要な海外のニュースというのを翻訳をして、えー、出すということをここ最近またアクティブにやり始めているんですけれども、まあ、そういったところもご興味ある方はぜひ概要欄の方のですね下の方に僕のツイッターのリンクもあるので。 フォローししていいただけと嬉しいですあとはですね、そのツイートした中身について、もう少しちょっと深掘った内容っていうか、まあ、あの、あんまりセンシティブな内容もちょっとあるので、詳しく言えなかったことっていうのも、メンバーシップの方でちょっと皆さんにお伝えをしようかなというもので、この後、まあ、もしくは、まあ、下ぐらいですかね、にその動画をちょっと出していきたいと思いますので、そちらの方も楽しみにしていただけると嬉しいです。はい、ということで皆さん、今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。